2022年のメジャーリーグを昨年と同様に盛り上げたのが大谷翔平です。大谷は投手として15勝9敗、防御率 2.33、 219奪三振とエースとしてチームを引っ張り、打者としては打率2割7分3厘、34本塁打、95打点と主軸の働きをしています。チームの中心であるトラウトが離脱してしまうなど、エンゼルスにとって苦しいシーズンを二刀流の活躍で支えました。昨シーズンも MVP に輝くなど華々しい活躍を見せる大谷は、そのプレーだけでなく人間性も高く評価されています。乱闘が起こった時は優しく静止し、誰に対しても笑顔で接するなど、その人柄は多くのアメリカのファンの心を掴んでいることでしょう。穏やかな心の持ち主である大谷ですが、プレー中に怒りを爆発させたことがあります。今回は大谷が怒りをあらわにした事件について紹介します。怪しいデッドボールに対する怒り。2021年4月5日に行われたアストロズ戦、3対5と2点ビハインドで迎えた8回裏にランナー1、2塁のチャンスで大谷は代打として登場します。1球目を打ってファールとなり、続く2球目は大谷の右太ももに当たりデッドボールとなりました。大谷はピッチャーのスミスをにらみつけながら1塁へ向かいます。スミスもマウンドを降りてきたため一触即発かと思われましたが、キャッチャーのマルドナードが2人の間に入り、ことが大きくならないように収めました。なぜ相手チームのキャッチャーがこのように間に入ってくれたのでしょうか。実はマルドナードは大谷がメジャーへやってきた2018年にエンゼルスでチームメイトでした。大谷がピッチャーの時は常にバッテリーを組むなど、まだメジャーに慣れていなかった大谷にとってマルドナードは頼れる存在だったのです。マルドナードが大谷のことを思って仲裁してくれたんだという綺麗なエピソードだと思われるでしょうが、このデッドボールが小石球ではないかという疑いがあります。そう考えられる理由として、1球目のファールの後に長めのタイムを取り、マウンドでバッテリーは話し合っていました。さらに2球目を投げる前にはキャッチャーのマルドナードが右太ももを叩いて何かのサインを出している様子が見て取れます。ピッチャーのスミスは、変化球が指に引っかかった、ランナーがいる状況でわざとぶつけたりしないと語っていますが、小石球の疑いは拭いきれません。このデッドボールに対してアメリカのファンからは、大谷は102マイルを投げ返せることをアストロズは忘れてはいけない、怒った大谷の方が良いという大谷のなかなか見られない姿に興奮しているようでした。小石球で言うと、2021年9月16日に行われたホワイトソックス戦でも大谷は被害者となっています。大谷はこの試合に3番 DH で先発出場し、第4打席までに2安打を放つ活躍。6点リードで迎えた9回表2アウトランナーなしで大谷は第5打席を迎えます。初球は内角高めのストレートをファールし、続く2球目はインコースにあわやデッドボールという投球。3球目のチェンジアップも大谷の足元に投じられました。そして4球目の145キロのボールが右ふくらはぎに直撃しデッドボールとなります。その直後に審判団は集まり協議した結果、小石球だと判断したため、ピッチャーのライトは退場となりました。さらにこの退場処分に抗議したホワイトソックスのラルーサ監督も退場する事態となりました。なぜ審判は小石球だとみなしたのでしょうか。実は9月14日の同じカードでエンゼルスのピッチャーがデッドボールを3回も出していました。この2日前のデッドボールがあったために、報復行為を行ったのではないかというふうに捉えられたのでしょう。またこの大谷がデッドボールとなった4球目をピッチャーが投げる直前に、キャッチャーは右手をグーにして何かのサインを出しています。このような試合の経緯や不自然なサインもあって、小石球だと判断したのだと思われます。報復行為はメジャーでは昔からあるものですが、見ていて気持ちのいいものではないのでなくなってほしいですね。バットケースをぶったたく。2021年9月26日のマリナーズ戦に
大谷は2番投手の二刀流で出場します。大谷は6回まで無失点に抑えるピッチング。しかしエンゼルスが1点リードで迎えた7回に球が高めに抜け、大谷は痛恨の同点ソロホームランを浴びてしまいました。自らのバットで取り返そうと意気込む大谷ですが、裏の攻撃で打順は回ることなく無得点で自身の10勝目はなくなってしまいました。攻撃終了後にベンチに引き上げた大谷はバットケースを持っていたバットで叩きつけました。打たれた悔しさからか、低迷しているチームへの苛立ちかが爆発したのでしょう。大谷がバットケースを叩いたことに対してネット上では、あの大谷翔平がバット叩きつけるって相当ですよ、味方が足引っ張るのもここまで来ると笑い事じゃない、大谷くん残念、ベンチでバットを叩きつけてあんなに悔しがるなんてびっくり、といったように、普段は道具を大事に扱っている大谷のまさかの行動に驚きの声が上がりました。その後大谷は7回で降板し、リリーフが抑えられず援護点もないままエンゼルスは1対5で敗戦。また大谷は前回登板の19日のアスレチック戦でも8回を2失点に抑える力投を見せましたが、打線の援護がなく勝ち星を逃しています。このようになかなか勝てないことに対する苛立ちが募っていたのでしょう。試合後のインタビューで怒りをあらわにしたことについて聞かれると、やっぱり7回をゼロで抑えたかったなというのもそうですし、今日は若干球数が多かったのでそこも抑えて、全体的に考えたら8回無失点で乗り切る内容ではあったかなと思うので、とチームではなく自身へのピッチングへの反省を口にしています。その他にも大谷は様々な質問に答えました。プレーオフを逃してフラストレーションは溜まっているかという問いかけに対しては、やっぱりもっともっと楽しいというか、ヒリヒリする9月を過ごしたいし、クラブハウスの仲間とそういう会話であふれる9月になるのを願っている、とコメントしています。エンゼルスに残りたい気持ちはありますか、という質問に対して大谷は、ファンの人も好きですし、球団自体の雰囲気も好きではある、ただそれ以上に勝ちたいという気持ちが強いですし、プレイヤーとしてはそれの方が正しいんじゃないかなと思っています、と勝ちへの気持ちが強いことを明らかにしました。エンゼルスは2004年から2009年までの6年間で5回地区優勝するなど強豪チームでしたが、2014年を最後に地区優勝から遠ざかっています。大谷が移籍した2018年から2021年までの4年間はいずれも4位に低迷しています。2022年は12連敗を喫したことで、6月には大谷の二刀流を深く理解していた恩師のマドン監督が解任されるなど波乱の1年となりました。開幕からトラウトやレンドーンといった主力が故障で離脱したこともあり、大谷が孤軍奮闘するシーズンでした。そして1位のアストロズに33ゲーム差をつけられ、3位に終わっています。大谷は結局エンゼルスに残りましたが、今後もこのようなチーム成績であれば移籍する可能性が高まるのではないでしょうか。ヘルメットを叩きつける。大谷が道具に当たったのは一度だけではありません。その事件は2022年5月2日のホワイトソックス戦で起こりました。この試合で大谷は右股関節の張りがあったため、今季2度目のスタメン落ちとなり、3点ビハインドの8回2アウト1塁で代打で登場しましたが、セカンドゴロに倒れます。その後ベンチでヘルメットと肘当てを投げつけたのです。前日の試合ではピッチャーゴロで一塁へ向かうときに代名詞である全力疾走をやめるなど、思い通りに体が動かせない様子。エンゼルスのフロスタットトレーナーは、明らかに張りがあった、彼はプレーすることを望んでいたが、もう一日休んでどう進展するかを見たい、ただ先発出場ではなくてもプレーは可能だ、と大谷の状態を説明していました。また打者としては開幕から30打席もホームランが打てず、投手としては開幕から2連敗を喫するなど、大谷は苦しい日々を過ごしていました。
思うように動かせない体と自身の不振にかなりのフラストレーションが溜まっていたのかもしれません。大谷の珍しい怒りの表情が苦闘の開幕からの1ヶ月を物語っていました。ヘルメットを投げたことに対してファンからは、大谷さんヘルメットを投げつけたんだね、感情はある程度出した方がいい時があるよね、大谷さん応援しています、少し安心、人間だもの、大谷くんだから許せる、ヘルメットじゃなくて自分に怒りを投げているのがわかるから、という大谷も人間だから仕方ないという意見が寄せられました。相手キャッチャーとの口論。2022年7月27日ロイヤルズ戦に大谷は1番 DH で出場。問題があったのが両軍無得点で迎えた3回の第2打席、左腕ゼルパの1球目と2球目がボールとなり、3球目に外角低めに投じられたスライダーはストライクと判定されます。この判定が不服だったのか、大谷は審判に何か話しかけると審判は2度首をかしげています。怪しい判定はありながらも2ボール1ストライクで迎えた4球目を捉えて、大谷はバックスクリーンへ特大の21号ホームランを放ちました。本来なら笑顔が見れるはずなのですが、ダイヤモンドを一周してきた大谷はホームイン直前に無表情で何かをつぶやきました。さらにホームイン後にはロイヤルズのキャッチャーのメレンデスをにらみつけながら何か言っています。もしかすると打席でメレンデスに嫌な言葉をぶつけられていたため、それに対する反抗だったのかもしれません。ベンチに戻っても大谷はムスッとした表情でしたが、次の打席に入る際にはメレンデスと普通に話していたため怒りは収まったのでしょう。審判の怪しい判定があった上に煽るような言葉を言われると、さすがの大谷でもイライラしてしまいますよね。ホームラン王争いの障害。2021年の大谷はホームランを量産し、ブルージェイズのゲレーロジュニアやロイヤルズのペレスと激しいホームラン王争いを繰り広げていました。シーズンも終盤となると1打席1打席が非常に大事になってきます。そんな中、大谷はこのシーズンで20個もの申告敬遠を受けるなど、かなり勝負を避けられていました。これだけでもホームラン王争いをしている大谷にとって困難な状況となりますが、苦しめていたのは敬遠だけではありません。大谷のホームラン王への大きな障害となっていたのは審判の判定です。2021年9月6日のレジャーズ戦で大谷は DH で出場するも、2試合連続のノーヒットでチームも完封負けしてしまいます。怪しい判定があったのは2点を追う6回2アウトランナーなしで迎えた第3打席、フルカウントから投じられた外角低めの球を大谷はボールだと判断し見送りますが、球審はストライクをコールします。この判定に大谷は驚き、手を左右に振り違う違うという素振りを見せました。このような疑惑の判定はたびたびあり、大谷がホームラン王争いから脱落する一因となったのかもしれません。そして審判の疑惑の判定は2022年シーズンでも見られました。6月22日のロイヤルズ戦で大谷は投手として8回13奪三振無失点の好投で6勝目をマークしました。一方で打者としてはその誤審に泣かされることとなります。7回ワンアウト1塁で迎えた大谷の第4打席、フルカウントから内角のスライダーで見逃し三振に倒れますが、そのボールは映像上のストライクゾーンでは明らかに外れたものでした。大谷は判定に納得がいかず、後ずさりしながら右手を上げて振り、首をひねりながら三塁ベンチに戻りました。この動画がツイッターに投稿されると、ファンからは審判のストライクゾーン広すぎ、大谷を三振にした審判は何を見たのかと非難するコメントが寄せられました。このような疑惑の判定には現地のメディアも反応しています。データ分析サイトのコディファイの公式ツイッターでは、この不可解なストライクゾーンをザ・大谷ゾーンと名付けるなど、大谷ならではのストライクゾーンを皮肉たっぷりに解説しました。一部の審判だけなのかもしれませんが、
最高峰の舞台であるためストライク判定の精度を向上してほしいですね。マウンドで声を荒げる。バッターボックスだけでなく、大谷はマウンド上でも審判の判定に怒りをあらわにしたことがあります。話題となっているのは2022年9月23日のツインズ戦でのこと。この日大谷は3番投手として今季26度目の二刀流でマウンドに立ち、気温12度で雨が降りしきる天候でありながら5回まで1失点の好投を見せます。しかし2点リードで迎えた6回に3番のゴードンにレフトへのヒットを許すと、4番のウルシェラにはフォアボールを与え、ノーアウト1・2塁のピンチを迎えます。続く5番のケーブにはセンターへのタイムリーを許し、2対3と1点差に迫られてしまいました。なおもノーアウト1・2塁で6番のサンチェスと対峙します。そしてフルカウントとなってから大谷が6球目に叫びながら投じた149キロのカットボールはインローへ決まったかのように思われました。しかし審判の判定はボールでありフォアボールと宣告されたのです。判定が下されると大谷はノーと叫びながら頭を抱え苦笑いを浮かべたのでした。このフォアボールでノーアウト満塁となったところで大谷は交代を命じられます。最大のピンチとなったものの、後続のリリーフ陣が踏ん張り、大谷がタイムリーを放ったこともあり4対2でチームは勝利。大谷は14勝目を挙げました。しかし大谷の頭にはボールと判定された1球が残っていたことでしょう。実際にこの1球は中継画面のストライクゾーンでも枠内に入っているため物議を醸すこととなりました。解説を務めたメジャー通算132勝投手のグビザ氏は、これはストライクです、判定ミスですと断言し、ストライクゾーンに完全に入っていましたよ、翔平大谷は不満そうでしたねと大谷を擁護しました。またアメリカメディアザ・アスレチックなどに寄稿するマグワイア記者は、自身のツイッターに話題の投球チャート画像を掲載した上で、翔平の夜が終わったのは明らかにストライクの3球目だった、6回に1つのアウトも取れなかった彼にとっては厳しすぎる幕引きだと手厳しく言及しています。今回は大谷が怒りを爆発させた事件を紹介しました。ご覧いただいたように、自身への苛立ちやこのチームでもっと勝ちたいという野球への熱い思いが大谷を感情的にさせているのでしょう。来季は怒りではなく喜びを爆発できるように、大谷のさらなる活躍とエンゼルスの逆襲に期待しましょう。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後もプロ野球に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。